体調子おかしいな。どこだ？日本です。なんで？そう、え、なんで切れんの、キャスがいきなり。いや、多分練習だよ。だ、さっきもそうだったじゃん、俺もそうだったから。うん、何なかんなりこう、機材に来てんじゃない。え、なんで、なんでキャス切れちゃうの、いきなり。うん、なんか妖怪そうだね。うまい。おかしくね。なんかキャスがさっきからすっげえ切れんだけど、こう、この山がなんか調子悪いのかな。うん、なんか妖怪。キャスさ、なんか突然切れる時あるよね。なんかあれつけてる？切れてもすぐ再接続できる。あ、つけてるはずです。はずじゃないんじゃない、切れてないんじゃない、切れてないんじゃない。切れても再接続つけてる。あ、ついてる。うん、なんだろうな、わかんない。はい、はさん、こんばんは。切れても再接続つけてんだけどさ。妖怪体操で僕は一風を封じたんですよ。知ってました？昔シネスポットで妖怪体操があったらね、あれじゃあ人穴でやったやつですね。そうで、人穴で、ね、カイロレーンに化けて一人で戦いに行ったとかね。知ってます？で、今もスタートで逃げたそう、逃げたそう、全然聞きとしないしないんですよ。逃げるっつったって、連れていけないんですよ。邪魔になっちゃって、走ると疲れちゃうよこれ。この辺りからやばい。現在地これでしょ。あ、これこう行っちゃうとすげえめんどくさいことになってた。線路の向こうを渡っちゃってたね、これ。本当。で、これが広場で、で、ここが休憩所。これが展望台のとこで。じゃあもう結構一周回ったんだよね。もう全部、そんなでかくなかったの。でかくなかったね。まあだからその、だから要はここだよね。ここは入ってる。そう。で、ここの、この公園内のこの看板が、やばいってことね。やばいよって、2ちゃんの過去スレに書いてあったから、まあそのあたりなんでしょうね、これ。はい、カーニーさん、お疲れ様です。どうも。ちょっとね、ごめんね、なんか配信が飛びになっちゃったよ、今日。1本の枠で収まってねえわ、3分割になっちゃってるもん今。なんか途中でいきなり電波切れるんだよ、アンテナ4本あるのにさ。これおかしいよな、やっぱり。そんなことありえないんで、まず電波が確保されてんのに、そういう状態が起きるって、なんかちょっと極めて不信感を持ってます今。どういうことって謎なんだけど。だって今アンテナに関してはもう4本 LTE4 本あるのに絶対切れないよね、普通は。これ1本とかさ、圏外ギリギリだったら分かるよ、もうプッて切れちゃうの。なんかあるんだろう、なんかあるだろう、これ。実はあんまりよろしくないとこなんだろう、これ。磁場的にあんまり良くないとこだろう、これ。結構ね、この丸苗字っていうか、まあ愚苗字なんだけど、まあ愚苗字のあたりって結構ね、ガス爆発マンションとかさ、昔結構2ちゃんとかでまあ騒いでた、その心霊スポットがあるんですけど、廃墟のガス爆発マンションとかね、その近くなんですよね、こことか。あと愚苗字のなんか踏切とかね、まあ、自殺の踏切とかね、あと殺人事件も近くのマンションであったりとか、まあ、そういった曰くのある土地で、あんまりなんかいいか、なんか2ちゃん情報ですよ、あくまで。いい神様がこの辺りそんなについてないよみたいなことを町 BBS の方とかに書いてあったりとか。はい、初見さん、いらっしゃい。思うけど全然見えないんだけど。俺最近ちょっとチラッと白い影を把握するようになってきたよ。頑張れ、ありがとう。まあ、そういう感じなのかね、土地柄良くないのか何なのか。そもそも俺、でもガス爆発マンションってのはさ、ちょっとその当時会った時に場所をさ特定できなかったんですよね。もう今みたいにネットが普及してない時代ですから、もうほんとすぐ近くにあるんだけど、
あれなんでガス爆発したんでしたっけ。なんか引火してガス爆発してマンションの一室が吹っ飛んじゃったっていう。で死人も出たのかな確か。マシマシって何、どうしたの。どうしました、りょうさん、どうしました。ああそういう意味か。まあしょうがないね、うん、こればっかりは。少しね、なんか昨日の夜勤の時に白い影がうっすら見えたんだよな、昨日の夜勤の時に。まあでも制御できないと思うけど、いつも見えるわけじゃないから。なんかふって疲れた時に、自分がこう体が疲れてるなーっていう時にふってなんか、ね、今日も夜勤明けから帰ってきて家でさ、ドルさんに電話してた時も、あれあのうちの母ちゃんが いなかったんですね、たまたまで帰ってきたのかなと思って玄関の外に影が動いたんですけど、開けたら誰もいなかったっていう。あら母ちゃんまだ帰ってきてねえやつって、気のせいかなって。でも職場でね、職場でちょっと、まあしょうがないけど、なんか夜勤中に3時台ぐらいかな、なんか白い影がなんか横切ったんだよな、食堂のあたり。最近ちょっと疲れてる、結構疲れてる、目も疲れてるから、もしかしたら幻覚かもしんねえし、もうちょっと精神状態も不安定になってるのかもしんないし。ああそうだね、黒じゃなくてね。でも黒い影はでも郵便局時代には見てんだよね、あの藤沢のオリンピックっていうスーパーマーケットの隣の不問寺っていう寺なんだけど、そこで一回見てるんだよな、黒い影、郵便屋時代にさ。うん、それそれで今その郵便局時代ね、テレサさん、その時に黒い影をね、そのお寺さんで見たりとかはあった。お寺で、不問寺じゃねえや、それ不問寺じゃない、それ不問寺は公家商の話だ。いやとりあえず藤沢のオリンピックってあんだけど、スーパーがね、その隣のお寺さん、ちょっと名前は出せねえんだけど、お寺さんがあるんですけど、まあ、そこでなんか配達最後 の家だったんで、そのお寺さんに、まあ、夜の8時ぐらいかな、なんか黒い影がこう見えたりとかっていう時はあった。ちょうど先輩がこう最後俺が配達終わった時にこう来てくれて、でその先輩も見てんだよ、黒い影を、藪の中からこう黒い影がふって動くのね。今の何ですかっつって、いやいやいや、もう信じない方がいいっつって、猫っていうことにしとこうぜみたいな、いや猫のサイズにしたらおかしいだろうって、どう考えても人型のシルエットでしょこれ今のって、いやうるせえなーみたいな、違う幽霊なんかいねえんだよーみたいな押し問答言い争いっていうのか、いるいないの、いやだって見たでしょ今先輩もっつって、冷や汗かいてる、なんか変な。あ川島さんもやっぱりカーテン揺れたりしてたんだ、やばいっすね本当。看板どこだったっけ。俺このなんか藪の中やばそうな感じすんな。なんかやばそうだな、人っ子いなくなったな、人気が。うん、なんすか。え、うん、なになになに、あれまた電波あります、ね、これ何これどれどれこれ
あ、鳥の餌じゃないですか。鳥の餌なの、うん、鳥の餌。やっぱここ電波悪いな、こっち来ると。ここに来ると電波悪いよ。いや、ここはね、お、電波悪くなっちゃう。これ逆にこっちの下の方が電波いいんじゃないですか。ね、あるんだけど、散歩あるんだよ。なんで？なんで拾わないんだろう。あ、だから配信して上りだからですよ。だからかな。上りのがあの、ね、こんばんはいらっしゃい、また来る。電波状況悪くなるから。こんばんは。そう。ダメなのかな。あっち行けないんだよ。本当静まり返ってんなこれな。そう、川島さん、俺も言われた、ドルさんに気にしない方がいいって言って、あの幽霊がいてもね、川島さんがなんか窓の外で土葬行ってから気配感じてんだって、あ、だからもうそういう時でなんか、さっき電話でドルさんが言ってたのも気にしない方がいいって、うん、あ、いる、気にしちゃうと、例の思うつもり、そうすると多分、例が追い込んできて、多分、なんか罠かけるよね、過去の俺の見てると。だからもう気にしないで、もう、そうするとぶち切れて、多分なんかね、楽になると思う。もう いて当たり前で思った、見えたらラッキーって思った方がいいかも、逆にですよね、撮っちゃおうってスマホで撮っちゃおうって逆プラス思考にいた方がいいってことですね。気にしちゃうと多分ね、あの追い込んでくるんでね、だから鬱の方に入ってくるで、追い込んで友達の鬱を見た時がそれだったから、やっぱり、あ、最初全然元気だったのが、ね、いきなり取り憑かれるとなんか取り憑かれてるような感じがあったのよ。だから鬱病になるっていうね、うん、そこなんだよね、多分ね、そういうとこ入ってくるんだよね、人の弱みにつけ込むんですよ。そう、弱みをつつ、だからもう川島さんもあれですよ、うん、もう何枚ダーダンスかましてやりましょう、もういたら。だから逆に逃げないで行った方がいいのかもしれないね。行って、もう俺は怖くねえんだよみたいな、怖いと思うと来るんだよ。そう、そうビビったのあれなんだよね。だから僕見てよ、全然ビビってもしてないですよ、うん、だって前の家なんかあれだよ、もう世の中もう騒ぎ、大騒ぎだよ、タタ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 タドルさんは、ドルさんは多分大丈夫だっってぐらい本当にうるさかった。もうあの玄関からタッ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 とかね、うん、誰もいないんだけど、うるせえっておめえ、ね、静かにしろって寝させろこの野郎。そうそう、今浜ですね。こっち行ってみよう。こっちですね。こっちだったら電波、こっちだったら電波あるよね。なんでどこも入んねえの、おかしいな。多分この木とかも邪魔してんじゃないかな。いざ踊ろう、川島さん。あ、ここなんかあれだな。誰もいねえ。当たり目か。これ公園ですね。いや、もう広場ですね。広場だね。駅ある。そのトイレもなんか出そうじゃない？なんだここ。その方がいいかもしれないね、うん、逆に不思議だな、ここなんかちょっと不思議な場所だね、なんかね、うん、ただあの、あ、なんて遅延が発生してる、なんでだ、あ、逆に俺今度こっちが電波がなくなった、このシェアの、おかしいですよこれ、ちょっと今が映像乱れてます。今3本2本になってしまいました。でしょ、だからこっち側が弱いのかね、やっぱりね、山側が英雄は頂上の方は強いんですよ、うん、そうだよね、遮るものがなければ英雄強くなんですよ。どこもね、家があると強いんだけど。ごめん、今ダメだわ。ここ、あ、ここなんかあるよ、遊具は。あ、今3本戻った、戻った、あ、え、あ、遊具がある。あ、でもここって噂だと、うん、子供の霊で、え、4歳ぐらいの、そう子供の霊、子供の霊もあるんですよ、ここ曰くが、この公園子供の霊も徘徊してるって。夜中ですよ、夜中に子供がいるわけないのに遊具で遊んでるっていう話もね、そう載ってたんだ、すでに。そう、オッケー、こう開けた場所行けば、空気が違う、土葬だこれ、まさか、柔らかい、まさか、硬いな、あ、これイノシシいない、イノシシはここいたらやばいですよね。いや、イノシシ掘ってない、これ、いや掘ってない、ここはいないでしょ、イノシシは、いないか、ここいたらもう大事件ですよ。あ、立ち上げてもね、僕なんか3回くらいって出ない、何ここ、湯で出るとこいいじゃん、
どうなってんのこれ。何こんなのあんの？こんなのあんの？危ないじゃんこれ、ひねってたら。いやそれはもう子供の身体能力で。ほら怪我してるよこれ、多分ほら削れてるよ。関係ないか。細はげてる。まあこれだから子供の例はこの辺りでしょうね。ねおそらくちょっとバケタやってみるか。土足口癖、そうですよ、もうね、土足取り憑かれた男ですから。まあちょっと曰くがいろんなのがありすぎちゃって、もう何が本当なのかちょっと分かんねえでような新スポなんですけど、うん、その3回ぐらい言ってる。自殺があるだの、おばあさんのレーダーの、子供のレーダーのさ、ね、少し怖いよ、うん、いやバケタやんないから、うん、一時言わなくていいよ、うん、くっついてるからもう目指すくって、うん、でも夜中にここで子供遊んでたら怖いよね、絶対に。あーこれちょっと無理かな、ちょっと狭いな。でも大丈夫か、短いよ。あダメだ、はまっちゃうこれ。じゃあ行きますよ、皆さんカウントダウンします。ではカウントダウンします。 3 2 1 0。じゃあ皆さんゴーって言ってください。よしレッツゴー、あー全然面白くない。短いなこれ。短い滑り台です。いやだって全長3メートルぐらい、3メートルぐらいだな、短い滑り台。あでもなんかさ、こっち側不気味だね、公園側。なんかちょっと不気味になってきたな。ちょっと雰囲気がガラッと変わってきたね。あ、なんだ今。ちょっとドルさんあっち側映してるから、俺こっち側映すね。同じ視点だとあれだから。山側映したけど、じゃあ俺はちょっと海側っていうか、まあ線路側の方。なんかこっちがちょっと怖くね？なんか街灯はついてんだけど、街灯が暗い。なんか。いやーちょっとさ、なんかカップルとか別にここ普通にいてもおかしくねえと思うんだけど、いねえんだよな、そういった。駅から近いしさ、ちょっとコンビニで酒買ってちょっと一杯飲むみたいなさ、公園飲みとかできるじゃんここ。そういった気配もなく、気配、人の気配はしないけど。はい、ホーさんこんばんです。でも自分で意識しちゃうとダメだね。でもそんな 100% じゃないから、川島さん、なんかふっとなんかこう疲れてる時とかさ、なんかあるじゃん、ちょっと仕事で疲れたなとか、まあ、そういう時だね、無意識の時に自分からこう求めちゃうとダメっていう感じ。あれ？ん？気のせいか。でしょ、なんかそんな感じでしょ、川島さんも。なんか地面カメラ越しになんか光ったように見えたんだけど、気のせいでした。しかし電車がうるせえな、電車が。
特急ばっか取ってる、さっきから急行ばっか。ここね、ほんと静かな雰囲気味わうんだったらあれだね、終電以降だね、1時以降とか。結構まだ生活音するもん。人遅い、もうこの時間でみんないないからね。うん、あ、パスリンさんお茶ありがとうね。ただこのざわめく風の音がちょっと不気味だよ、生活音なくなっても。りょうさん、これこ、なんかこれ精神統一するとなんかやばいかも。どうしたんですか？地面のシミ。あ、ロトの話？あ、ナンバーズ。ロト6当たったら、うん、2億入ったらじゃあどこか行こうか。ああ、頼みますよ。で、ここが野球場ですかね。子供の遊ぶ野球場。誰かさ、ここさ、なんか横浜の人いたらちょっとあの正確な本当に何があったか教えてほしいな、これ。まあ、あくまで2ちゃん情報だからガセの可能性もあるんですよね。ただ結構カコスレに乗ってたんですよ、ここの公園の子とかさ、ここ夜行ってみろとか。なんかランドマークタワーが見えるからさ、景色はいいとこなんですよ、これどう考えても、どう見ても。あ、リオさんお茶ありがとう。なんか地面がね、さっきね、あそこのブランコの前のとこ映してた時に光ったような感じがしたんだよね、こう。なんか気になったなと思ったんだけど、なんもなかったし、光ったらなんかお金だったらいいなと思ったんだけど、あ、ダメか。こんな生放送中に遺失物を拾って自分のポケしまったら犯罪になっちゃうな。犯罪の証拠を自分で写してどうすんだっつって。この辺に、これ何、トイレ、何これ、男女共用トイレかよ。男女共用トイレだね、これ。そうそうそう、地元の人の話だと。そう、ただ火のないところに煙は立たねえからな、やっぱり。そうそう、あんだけ神奈川の心霊スポット語ってくれっていうさ、スレがあんだけど、にちゃんの。それに散々この公園のこと書いてるやつがいて、電気アルミ製だった。じゃちょっとドルさん今度こっち来たから俺あっちの方映してみるか。こっち側どうなってんだろうね。階段つれえな。階段がつれえ。あ、階段つら。階段急だなこれ。そうそうそう、でしょ、出てくるでしょ、殺人事件とか自殺とか。ここはなんか首吊り自殺とかって出てくるでしょ、だから飛び降り自殺とか。で、子供の霊がなんか徘徊するとも出てくるでしょ、この公園検索すると。とか猫に餌をあげるおばあさんの霊とかさ、何なのって。
まるで心霊ワンダーランドじゃねえか、そんないっぱい出ちゃったら。ホーンテッドマンションか、ここは。そんないっぱい幽霊がポコスコポコスコバーゲンセールのようにさ出てきたら、スーパーサイジのバーゲンセールだじゃねえんだからさ、そんないっぱい曰く作んないでよって。困っちゃうでしょ、そんないっぱい曰くがあると。本当かよってなっちゃうんだよ、逆に。そこまで曰くを作られちゃうと。あ、ここにベンチが登り切ったところにあるのか。疲れた、疲れました。階段登って疲れました。ちょっと一呼吸させて。疲れた。よし。あ、ここ2本か。ちょっともざかかってごめんね。ちょっともざかかってるかもしんない。こっちがダメですね、僕。動かなきゃモザイクは多分なんないと思うんですけど。体を動かさなきゃね。こうアンテナが2本の時ってさ、あ、今大丈夫、ありがとう、カリンさん。動かなきゃ大丈夫なんだけど、ちょっともう一回ちょっと落ち着いてバケタやってみるか。濃いブルーでね、濃いブルー出ねえな、普通の水色だな。でしょ、たくさんありすぎでしょ、川島さん。あ、これありがとう、りょうさん。でも今のとこな、なんかバケタンも反応せんし、うん、なんか、まあバケタンだけを1個頼りにしたのはあれなんだけどね。範囲がどの程度でっていうのがわかんねえし、このバケタンのサーチ能力の。あ、すいません。お茶ありがとう、ひびしまさん。お疲れさんです。ちょっと ちょっと小休止。呼吸が切れちゃった。今階段ちょっと登っただけなんだけど、結構しんどかったこの階段。あれ、ドルさんどこ行っちゃった。いねえぞ。まあいいや、ドルさんに。ちょっとさっきの看板のとこ、なんとかドルさん行けねえかな、あの中里温泉の看板のとこ。あそこなんだけど、ドルさんが電波ねえとか言って。あ、ミミさん、スネゲさん、どうもね、お疲れです。今あったかいよ、すっげえ汗かいてる今日。だから中にね、フリース着てねえよ、暑すぎ今日。なんか今日日中帯すげえ暑くなかった、昼間とか。俺寝ててさ、昼間夜勤から帰ってきて汗だくなっちゃったんだけど、毛布かぶって寝てたら、羽毛布団と。はい、初見さんいらっしゃい、ゆっくりしてって。どうもね。あれ、ドルさんいねえんだけどどこ行ったまた隠れた、ドルさんのプチかくれんぼ。あれ、さっきこの辺で見たんだけど。あ、いたいたいた。もう春来ちゃうんじゃねえのかな、ドルさんのプチかくれんぼだ。
あれ俺今道間違えた。なんだこれ。ドルさんこっち道はあるけど、うん、あ、ほんと、まあ、全然バケダンさ反応しないね今のとこ。俺も反応しない、うん、全然反応しない。わかんないな。でもドルさんやっぱこんだけさ、なんかすれにさそうやって書かれるってことはなんかやっぱ一概にないとも言い切れねえし。え、赤来たでしょ。ドルさん赤来たって、ほら一概にだから火のないとこに